アミノ酸、アミノ酸、アミノ酸とは、講義には、特に科学の分野では、アミノ元とカルボキシル元の両方の官能元を持つ有機化合物の総称である。一方、競議には、特に生科学の分野や、その他より一般的な場合には、生体のタンパク質の構成ユニットとなる、アルファアミノ酸を指す。分子生物学など、生体分子を扱う。 生命科学分野においては、遺伝暗号表に含まれるプロリン、イミノ酸に分類されるを、便宜上アミノ酸に含めることが多い。天然には、約500種類ほどのアミノ酸が見つかっているが、宇宙由来のものとしても1969年に見つかったマーチソン隕石から、グリシン、アラニン、グルタミン酸、ベータアラニンが確認されている。全アミノ酸のうち22種がタンパク質の、 構成要素であり、真核生物では21種から、人では20種から構成される。動物が体内で構成できないアミノ酸を、その種にとっての必須アミノ酸と呼び、動物種によって異なるが、人では9種類のアミノ酸は、食事により摂取しなければならない。必須でないアミノ酸、可けアミノ酸も、摂取バランスによっては、代謝異常や欠乏を起こすことがある。 非天然のアミノ酸は、キラルビルディングブロック、高学活性化合物から、有用な生化合物をなする手法、複雑な分子の構造解析、分子スキャフォールド、細胞培養における基質のことで、足場の意味、さらには、人工タンパク質の合成などにも利用されている。アルファアミノ酸とは、カルボキシル元が結合している炭素、 アルファ炭素にアミノとも結合しているアミノ酸であり、RCH、NH 区という構造を持つ。R が水素 H であるグリシン以外のアルファアミノ酸では、アルファ炭素へのアミノとやカルボキシル元などの結合様式が立体的に二通り可能で、それぞれ D 型、L 型の光学異性体として区別される。生のタンパク質はアルファアミノ酸のポリマーであるが、 基本的に L 型のものだけが構成成分となっている。D 型は天然では細菌の細胞壁の構成成分や老化組織、ある種の神経細胞などに存在が見出されている。生体のタンパク質はほとんどの場合、R で表記した側差の違いによる20種類のアミノ酸からなる。個々のアミノ酸はこの即差の性質によって浸水性、疎水性、塩基性、 酸性などの性質が異なる。分岐さアミノ酸、方向属アミノ酸、岩流アミノ酸、糖原性アミノ酸、ケト原性アミノ酸、D アミノ酸、L アミノ酸。2005年米国医学研究所発行の書籍によれば、以下のように分類している。一部の特殊なものを除き、タンパク質は20種類のアミノ酸が結合して作られている。これらのアミノ酸には、 それぞれ1文字表記、または3文字表記のアルファベットからなる略号が付与、されてを、一時構造の記述に使用される。それぞれのアミノ酸は、構造によって異なる。3. 塩基性を持つ。構造内に2つのカルボキシル元を持つアミノ酸。アスパラギン酸及びグルタミン酸は、酸性を、2つ以上のアミノ元を持つアミノ酸。リシンアルギニンヒスチジンは、塩基性を、 その他のアミノ酸はほぼ中性を示す。また、それぞれのアミノ酸は等電点が実験的に決定されており、電気営動などの分離時に意味を持つ。中性アミノ酸は、カルボキシルお及びアミノキ以外に持つ特徴的な元によって、いくつかに分類される。主に、アルキルザを持つグリシンアラニンバリンロイシンイソロイシン、ヒドロキシ元を持つセリントレオニン、 医療を含むシステインメチオニン、アミド元を持つアスパラキングルタミン、イミの元を持つプロリン、方向族元を持つフェニルアラニンチロシントリプトファンに分類され、タンパク質の持つ素水性や立体ファイザはこれらの分類を考慮しながら考察される。上に挙げた20種類のアミノ酸は、タンパク質合成時に遺伝情報に基づいて連結される。 多くのタンパク質は蒸気の20種類のアミノ酸残器からなるが、ある種のタンパク質には、セレノシステイン残、N ホルミルメチオニン残器、ピロリシン残器、ピログルタミン酸残器などの特殊なものも含まれる。蒸気の他に、タンパク質合成後に就職を受けるアミノ酸残器も存在する手作られ、例えば以下のようなものである。タンパク質に含まれないアミノ酸として、 以下のようなものも存在する。こうしたアミノ酸を総称して異常アミノ酸と呼ぶこともあるが必ずしも適切な命名ではないという批判もある。天然に算する抗議のアミノ酸の中にはうま味成分や薬物として作用するもの、そして毒となるものがある。1953年、シカゴ大学のハロルド・ユーリーとスタンディ・ミラーはアンモニアメタン、水素の混合ガス、 当時原子大気成分と考えられていたと、水の入った容器に電気火花を飛ばす実験を、こう、グリシンアラニンアスパラギン酸などの隠しアミノ酸が生成することを発見したユーリー・ミラーの実験。原子地球において生命の素材となったアミノ酸が生成した過程の可能性をした有名な実験である。いわゆる異常アミノ酸の中にも重要な生理活性を 持つものは数多く存在し、また医薬にも利いたい、または非天然型のアミノ酸は数多く使われている。このためアミノ酸の合成、特に不正合成へは、需要が高く、主治の方法が提案されている。古くから用いられているアミノ酸の合成法として、ストレッカー反応がある。アルデヒドとアンモニアシアン化水素の酸、成分縮合によって、アルファ、 アミノニトリルを合成し、この加水分解によりアミノ酸を得るというものである。他に、アルファ、ハロカルボン酸とアミンの反応、グリジンのアルファ胃のアルキル化などによる方法も知られている。不正合成に関しても様々な手法が提案されているストレッカー反応の項目なども参照。工業的には微生物を用いたアミノ酸発酵によって大量に合成されている。 人工的に突然変異させた微生物株を炭素源となる糖類や窒素源となる硫酸アンモニウムと共に培養することで安価に目的のアミノ酸が合成できる。米国医学研究所の書籍2005では以下のようになっている。近年2006年現在はアミノ酸を含有するサプリメントが日本の消費者に一種の健康ブームを引き起こしており、 健康食品、飲料メーカーなどが盛んに新製品を出している。しかし、そのアミノ酸の成分のバランスが人間に必要な量通りに研究され、配合されているかは不明確である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。